さてと、とっとと片付けるぜ。はい、どうもこんにちは、パンドラです。今回も陶器年極みの実況をやっていきます。今回挑戦する任務はこちらです。白雲教習マフチ一体討伐です。ミフチの亜種なのかな、マフチ。初見です。あ、本当だ、白い。今回の装備は土和樹の防具と、あと竹戦の相当ですね。初めて使ってみます。相当はこう空中戦が楽しめるということなんで。あ、やべ、危ね。なぎなたの癖でルテンをしようとしてしまった。空中にいるときは多くダメージを受けるみたいなんで、気をつけていきたいですね。まだこれ本当初めて使うんで、相当戦い方とか全然わからないんですけど、相当は、いろんな特殊攻撃あって、まず空中攻撃、溜め攻撃からの空中に移行したりとか、あとは四角プラス×同時押しでこう走りながらね、切りつける。スタミナ減りますけど、かなり素早く動ける、まあ、手数が重要なんじゃないかなと思います。これも結構気力消費が激しい武器かなと。ナイス。で、あとは丸ボタン長押しで回転攻撃。お、ナイス。やっぱ空中で戦った方がいいのかな。ナイス。おっしゃ、オッケー。やばい、スタミナが切れてる。危ない。鬼払いしていきましょうか。あんま動きはミフチと変わらないですね。あ、あのダッシュ攻撃からも空中いけるんですね。結構素早く動けていいな。赤いところを狙うとかなり良さそうですね、この武器は。オッケー。切りつけて、切りつけて、切りつけて。オッケー。まだ鬼ちぎりできないか。かなりいい感じです、この武器。相当使いやすいな。ダブル鬼払い。あ、ちょっと。間に合ってくれ。ただ鬼払い時間がかかるかも、マフチ、ミフチの時よりも。ちょっと硬いのかな。もうミフチ、マフチ、わからなくなってきますね。どっちがどっちか。俺はマフチだよね。よし、行こう。任せた。空中にいる時にこう攻撃食らうと怖いから、ほんと、離脱が難しいな。切る。あ、やべ、あとどこが壊れてない。あ、でもこっちはなんか雲っていうよりもか鎌がすごいでかいな。ここもらおう。おし、あ、切れんかった。もらう、俺がここ切る。回転だ、当たらなーい。ちょ、ほんとスタミナきついな、これ。お、来た、鬼ちぎり極み。集合。ジャンプして、ジャンプして、おら、切った、切った。どう、楽しい。ジャンプ、ジャンプ。よし、楽しい。相当いいですね、これ。ちょっと練習しよう、相当。もうちょっと。お、御霊ゲットじゃない。
オッケー。あ、まだ素材ゲットしなかった。はい、というわけで無事にマフチ一体討伐達成いたしました。こんな感じで今回の陶器電気網の実況は終了です。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。スマホでご覧の方は動画の下にあるチャンネル登録ボタンからお願いします。